まあ、前までこう上げた時にここから切り返しでこう手をこう引っ張っちゃう悪い動きがあって、すごい左行ったりとかこうスライス球が出てたんですけど、と今はこうインサイドから来てそれを手を返さずそのまま体を一緒に使って出していくっていう打ち方で今やってます。今あの片岡プロおっしゃってたように、もともとプロがこう引っ張り込むのがやっぱすごかったんですよ。引っ張り込んでって後方から見た時にこうクラブの出口と僕グリップの出口を統一させたいあの理論なんですけど、あの出口がもう全く2方向から分かれてたんですよ。ヒットしてもともとがこっちにクラブが低く抜けて、その後にグリップがこう高く出てきたんです。そうだから、ね、あのこう2面だったので、これを一面にさせたくて、はい、クラブの抜けていく方向、出てくる方向と、あとグリップが同じ、今同じ手口出てましたのところに出すっていうのがテーマ。でそのためにはその時代でまずは、フォローを高く出すためにインサイドアウトっていう今ドロー系をまず作ってもらうと。でそのためには今回の最大のテーマである懐作り、いわゆるドロー系を打つ方が右を向く時間が増えてくるので、まあ、懐が広くなってくる。片岡プロの場合インアウトでちゃんと振ってくるとダウンでこう左にこう行く動きっていうのが勝手にできるタイプだったんですよ、たまたま。なので、勝手にこう懐ができてきてインアウトでうまく打ってこれてると。体が比較的こう開きやすくなっていっちゃって懐がやっぱ少なくなっちゃうんですね。懐の狭い人はやっぱりこう一回踏み込む動作っていうのが僕の中ではちょっと必要かなと思ってます。まず、スタンスのラインは打席通りまっすぐ置いておくと。でそして、クラブの軌道自体を、まあ、7番で言うと15ヤードぐらい右か、うん、そうですね、15ヤードぐらい右を向く感じですかね。イメージはもう初めこれに沿ってバックスイングをもうちょっと上げるような雰囲気、この線を裏切るんじゃなくてこの線に対してもこっち側に上げちゃう感じで、そしてダウンスイングもこの線に沿っていわゆる上げていった行きと帰りが同じようになるようにする。でそれから入り口がこう来たんだったら出口はこっちに行きましょうねと、いわゆるこの線通りに出していくと。そうです。でそうすると自動的に見て分かる通りこうアークが長くなるんで手が縮む動きがなくなってくると、はいはい、ダウンスイングの時にこのフェース面が地面に対してこの直角以内、以内っていうのはどっちかというとこっち側向きってことですね。これが開いちゃうと必ず捕まえるためにキャストかねじれかアウトサイドインっていう臭いみたいなのが出てくるんで、必ず直角よりもちょっと閉じるぐらいの感じで落としてきてヒットして、フォロースルーの目安としてはフェース面がこっち側からこうちょっと見えるような感じ、バックフェースがこう見えないようにフェース面がこう見えるような感じで抜いてくる。さっきおっしゃったようにこのまま上げて切り返しでしっかり左に乗せて、そしたらここが開くのでそのまままたここに振ってあげて、で打った後も引き込まないで本当にそのままポーンって出してあげるような、はい、イメージで。ご自宅でできるとっても簡単なボディドリル、まずは、アドレスした時に両手を合わせて構えます。でバックスイングは左手を置いたまま
右だけ上げてきます。その時に手だけで上げないように背中がターゲットを向くようなイメージで上げてきます。でダウンスイングで左手を置いたまま右手を戻してきて、どちらかというと左手よりも下に行くようなイメージで右手を戻してくる。そちらから見ると分かるんですけど、バックスイングを上げてきてダウンスイングのところでちょっとこうやって上がっちゃうんですね。左手がどうしてもこう残したままってなかなか難しいんで、まあできるだけ残してるイメージの方がいいんですけど、まあ、実際ちょっと上がっちゃうんで右手の方がこう下に行くようなイメージすると、そうすると非常に締まったダウンスイングからインパクト懐が作れると思います。必要なのはこの T です。まずボールの30センチぐらい右に、まあ、いわゆる目印ですよね、1個置くと。そして、バックスイングを上げていった時にその T を見ながら上げていきます。でそうすることにより目線がちょっと右を向くと、顔もちょっとまあ傾くわけですよね。で傾くと体って回転がしやすくなるので、多少右に向いても特にアマチュアの方はいいと思います。なぜならば背中を回すのがすごい大事なので、背中を、まあ、回転させるためにちょっと多少右向いてもいいかなと。で、次が一番重要で、この右の T を見ながら、目印を見ながらダウンスイングしてくると。そうすると右を向いていると体が開こうとしないわけですね。右を向いていると体が残しやすく、そのイメージを作ってくると。皆さんもこのレッスンをやってみて、うん、懐を作ってゴルフ上手くなっちゃいましょう。いいですね。よろしくお願いします。頑張ってください。頑張ってください。